先ほどね、小釜から出した焼き物たちを分類し終えました。だいたいこうこれぐらい焼き上がるんですけど、手前のこの一板、これ曜変レベルで言うと4相当で、こっち焼き損じね、ちょっともう一回焼かないとダメだな、失敗しちゃったなみたいなものですね。だいたいね 15% はこうキャッハな感じに焼き上がって、 15% はもう一回焼き直しみたいなね感じになるんですけれども、うちはね、まあ、販売品、これ販売品ね、ホケケアンの焼き物、あとマーボリさんの焼き物といって販売品でこうあるんですけれども、陶芸体験今ねお客さんねやられてるんですよ。で、陶芸体験でももう窯元ともう販売品と同等のね焼き上がりをね提供するっていうのを仕事やってます。もう今さ、信楽行っても備前行っても、まあ、箱根行っても草津行ってもどこ行ってもこう陶芸体験とかあると思うんですけど、どうもね黄色だ白だ黒だ緑だ青だっていうね、既製品の安い土に既製品の安い釉薬ぶっかけてね焼いてね、こう、まあ、商売なんでね、まあそれはまあそうなんだろうけれども、そういうことばっかり、そういう工房しかないですよね。でもうちはもうそういうの、そういうことね、もう意地でもやりませんね。絶対やりません。儲かるって分かっててもやりません。もうそこは意地です。もうクオリティの高いね、もう窯元と同様のね、仕上げ、もうこれしか考えてませんね。で、例えばお客さんのもね、やっぱね、こう焼き損じるんですよ。そしたらもう一回焼きますよ。もう何度でも焼きますよ。2度でも3度でもね。で、稀にね、すごいのも届くと思います。そういう人ラッキーです。リアルラッキー、リアルラックの高い人。で、焼き損じの中にも、まあ、こういうのあったりするんですけど、これもね、もう一回焼いてみるとね、化けたりするんですよ。こういうのがね、結構星、曜変度5とかなったりもするんで、それがね、面白いところ。面白いんですよ、焼き物って。